赤翼、夢見てるわ、夢見てる。いやー、先生気づいたよ。皆さん、4ヶ月の沈黙を破って、赤翼の最新作、第9話、夢見みいこ失踪事件です。とうとう夢見みいこの失踪に関することが明かされるってことやな、これ。これで夢見みいこのことで夢見ワンタッチもせんかったら、ってなるからね、これ。それにしてもさ、オープニングのこの、教会みたいな映像見た？クオリティ高いよね。あの絵、シャドーバースとビショップのカードのイラストとかでよく見、ちょいちょい見るようなようなやつやったけど。なあ、この4ヶ月間、ちょっと前の話から間が空いたけどさ、その4ヶ月間の間に結構いろいろ練られたんやなっていう、そんな作者の頑張りが見える。上から目線な感じのことは言うけど、始めます。クオリティが高いよな。なんか第1話の頃からだいぶクオリティ変わってきたもんな。高い方向に。カーション、コーションって読むかな。これ毎度毎度さ、コーションって読むようけどさ、コーションであったかちょっと微妙なとこなんやけど。大きな音が鳴ります。音量にご注意ください。まあ、この辺はちゃんと読んでください。自分で読んでください。俺が思い出してしまうと、すべてが破綻するという色欲の呪い。色欲を思い出さないために、空白の記憶という記憶障害が起き、俺の中の記憶は断片的に失われていた。昨日、俺に再び空白の記憶が作られ、一時の記憶が消されていた。俺は赤い夢で出会った。もう一人の自分が記憶を操っているのだと考え、あいつの存在を知っていた妹のルナに、そのことを聞いたのだった。それが前の話、第8話よね。だが、ルナは、あいつのことを知らないと言った。もう一人の自分なんて、そんなの、いるわけないと。その存在を、俺に悟られないように必死で隠していた。あんな顔をされて嘘だと見抜けないはずがなかった。ルナが隠してきた秘密はもう一人の俺にあったのだと。ルナの表情がそう物語っていた。その証拠に俺とルナを繋いでいた赤い糸の呪い、その赤い糸が消えてしまった。わあ、それが色欲の呪いがちょっと解除されてるみたいな感じの話か。解除っていうかな。まあいいや。お互いの気持ちが通じていなければ消えてしまう二人だけの絆。夢の中で迷わないようにと、他でもないルナが俺のためにかけたものだった。そうなんよな。この赤い糸で幾度も助けてもらっとうもんな、これ。死の淵から救ってもらっとうような感覚で。ルナ。お前が秘密にしていたこと、俺にも、なんとなく分かったよ。もう一人の俺が、そうさせていたんだって。その約束を、お前は守り続けてきたんだって。俺に記憶を思い出させないためにルナが犠牲になってきたのだと。俺はこの時初めて気づいたのだった。そうなんよな。前回の話がそういう感じの話だったんよ。今回の話も結構シリアス展開になるらしいです。作者さん段、作者さんが言うにはね。ああ、いつもだったらお兄ちゃんみたいな感じで出てくるのに向こうで出てきた。おはよう、お兄ちゃん。リビングで寝てたの？ダメだよ、
お布団でないと風邪ひいちゃうよ。ルナ、なんて答える？これこれ位置の悪い親父みたいな感じになってる。それより水だ、飯持ってこい、酒持ってこいみたいな感じになってる。それより飯だ飯だ、飯食おってこい。え、お腹空いたんだね、お兄ちゃん。ご飯にしよっか。ああ、あと酒持ってこい、焼酎だ。ルナはいつも通りに接しようとしている。赤い糸が消えた時のことに気づいていないのか。いや、そんなはずはない。消えたのが分かっているからこそいつも通りに接しようとしているんだ。俺に嘘を見破られないように気遣ってくれよ。んじゃリアル、めっちゃリアルだし、うまいな、おい。ルナちゃんめっちゃ料理うまくなってますね。まあ、第8話の時でうまくなってるみたいな感じになってるけど、より一層美味しくいただけそうな見た目になってる。すごいな、ルナちゃん。それじゃあいただきます。お兄ちゃん、おいしい、おいしいだろうな、そりゃおいしいだろうな。カッカッカッカでめっちゃご飯進んでるもん、この音。音でわかる、音でわかりますよ、ルナ。ちょっと待って、お前。なんて答えるでさ、全く関係ない赤い糸の話し始めた。赤い糸どうしたみたいな。納豆の種類かなって思ってしまうじゃないか。今日は納豆ないのか、赤い糸は。そんな感覚で言うだ。え、そりゃ、えってなるわ、お前。やば、直球すぎたか。そりゃそうだろ、お前。自然な流れで聞こうとしたけど、俺のトークスキルでは。無理だ、毒スキルなさすぎだろお前。ド直球すぎるんじゃんお前。ど真ん中でしか投げない投手みたいな感じになってる。あ、ごめん、俺のトークスキルもなかったわ。かける言葉が見つからない。どうして赤い糸が消えてしまったのか、ルナの気持ちにどんな変化があったのか確かめたい。でもそれを聞いたらルナとの関係が決別してしまう気がする。赤い糸が消えたという事実がさらにルナを苦しめてしまう。それだけあの赤い糸の呪いはオイラにとって特別なものだったんだ。そうよな。それじゃあ仕事に行ってくれよ。気をつけてね。あ、ほんまルナちゃん変わったな。なんかおとなしいなったっていうか、前はもうちょいなんかすごい破天荒なことしでかしてきよったのに、なんかすごい大人の女性になったみたいになってる。見た目あんま変わってないの、大人の女性になった感じになってる。お互いが気を使いすぎてる。それをルナも気づいてる。何か話さないと。何を話す？ワールドカップの話でもする？最近話題になっとるからな、ワールドカップ。ルナ！え？なんて言う？俺だったらこの 3つ目の選択肢、この元気出せよしたに、コロンビア戦見た？みたいな感じ、日本勝ったな？みたいな感じの話になるんだろうけどな。ああ。序盤で PK 決めたのが良かったよね、あの試合。関係ないわ、これ。支局には関係ないけどな。そうやな。好きだよ。クールに行こう。クールにお兄ちゃんらしく、好きだよって言おう。赤い糸が消えた理由、それは思いが消えたからだ。それなら、この言葉しかないだろう。うん。うわ、なんか長年付き添った夫婦の関係みたいな反応やん。長いこと一緒に連れ添ってくれた嫁みたいな、すごいあっさりした返事。私も好きだよ、お兄ちゃん。わあ、お兄ちゃんから好きって言われるの初めてだね。そうだっけ。
そうだよ。いつも私ばっかり。お兄ちゃんも口に出してくれないとわからないんだよ。そっか。気をつけるよ。完全失敗だ！いってらっしゃい、お兄ちゃん。まあ、逆になんか気使わせてしまったような感じになってる。この状況、どうにかしないと。あ、出た！4年前のテル君、もう一人のテル。闇テル。そうじゃ、闇テルって呼んでたよ、俺。こいつのこと。あ！赤いと若干できてきてる。ルナ。俺の方に赤い糸の呪い。え？あ。え？絆！闇テルの方に絆を感じ始めたん。絆よ、絆よ。おい、引っ越しみたいな感じになる。昨夜、俺が表に出たせいで、ルナの感情に変化を与えてしまったのか。俺は精神だけの存在になってしまったが、ルナにとってはどちらもテルなんだ。動揺するのは無理もないが、こんなにも顕著に現れるものなのか。どうにかして表のテルともう一度赤い糸を結ばせなければ。俺はもう夢の世界の住人なのだから、危機感感じとるんやな。オーマイゴー、誰だい？え、今のお母さん？夢見ミミコ？あの音、まさか。何か来るん？おぉ！ちょっと待って、それ、あ、開いたら赤いやつだろ？それ開いたら赤って、前回のパートお前話しよったやつよな、お前。え？悪魔の扉が、以前よりも力を増している。4年の間に、力が高まってしまったのか。もう、心臓の鼓動みたいにどっくりどっくり言ってるやん、お前。やめろ。扉を叩くのは、あなた。沈まれ。あ、止まった。収まったか。もう発作みたいな感じになってるやんお前。心臓の発作みたいな感じになってるやんお前。この扉が作られた4年前、ルナを守るために夢見てるの精神は2つに分かれたんだ。表の出るか知らない。もう一つ4年前の事件の時から。色欲。色欲の呪いの全ては始まった。あ、ここでオープニング来た。このオープニングって結構重要なものが映ったところがあるから、あ、ごめんなさい。黙ります。オープニング中ですからね。単純な感想を言わせてもらったらさ、これお母さん敵側？これお母さん敵側になってるよこれ。失踪どころじゃなくてもうなんか裏でなんか陰で糸を引いてるような立場になってるなあんた。あとさ、ちょっとルナちゃんがちょっと出てきた時にサイドにさ2人男がおったけどさ、なんかルナちゃん誰？それ誰？お兄ちゃんに教えて誰？なんか SNS で出会ってオフ会してるような感じになってるよ。
やめて、ルナちゃん。知らない人と出会っちゃダメ。さらわれちゃ、どうした？アーカイブ、授業記録を入、授業記録？こんなタイミングで？アーカイブを読み解くことにより、色欲の物語への理解を深めることができます。調べずに進んでも、ストーリー展開に影響はありません。いや、調べるでしょ、そんな。調べるでしょ、そんな。あ、いや、ちゃうな。これ、前回前の話の振り返りかな。あ、身長とか、そういう、あれが出とんやな。身長164センチ。やった、俺の方が上。4年前の事件で精神が2つに分かれ、家の中にのみ存在している方の夢を見てる。だな、そんな感じで。まあ、この辺はだいたいまあ、読んどってくださいみたいな感じですると。気になるところだけちょっとピックアップして読むだけにしようかな。天候繰り返す日々を送っていた方か。まだまだアーカイブ見とくわだ。多分これは過去に語られたやつを見返す感じなんやな。44歳で出てる。44歳で出てる。これ44歳でどのタイミングの年齢なん？ 4 年前の失踪した年齢なのか、生き取った、もし生き取った場合、現在44歳になるのか。現在44歳だったら結構若いな。高校3年生で、高校3年生の18歳の息子を持つ44歳って若いな。だとしたら、テル君身長180あるんじゃ。でかいな。身長高いなと思っとったけど。はんはんはん。ルナちゃん、あー、ルナちゃん13歳、中学1年生なんじゃ、年としては。あー、妹な。でもその妹って設定すらなんか合っとるのかちょっとわからんところあるし、確か狐火の時でさ、妹ではないみたいな感じで言っとるけどな。それが今後伏線として本当に妹じゃなかったみたいな感じで出てくるんかな。絶対この扉さ、いつか開くようなっていう。もう絶対 CD いつか開くようなって感じやもんな。俺にはわかるぞ。あれは4年前のことだ。母と共に霊力修行で各地を回っていた頃、都内の団地で霊の意味る夢ができたのを発見し、俺と母は向かった。え、この霊、あ、これってあれ、シザーガールの時のやつで、そのシザーガールがおったあの、この一箇所だけこの赤になったけど、これシザーガールの部屋のところだろ。そういや、言おったな、なんか、チェリーちゃん。当時、オーガって名前で呼ばれておった頃。言おったな、テルとそのお母、ユミミミコと出会ったことがあるのよ、みたいな感じで言おったな。これ、その時の話か、これ。あー、出てきた！そんなこと言うたら出てきたよ、オーガ。ゲン、チェリーちゃん。そこで、夢に迷い込んだ男、オーガと出会った。そうそうそう。オーガはリルカが殺した男が悪霊化した顔の霊が作り出した夢に迷い込んでいた。これは彼を夢から逃した後の話だ。なるほど。確か4年前の事件のその直後ってことやな。ああ、あったあった、こんなシーンあったわ。確かにこんなところにいたのか。さあ早く出るんだ。どんな声で呼んでたっけ、オーガの声。待ってくれ、リルカがまだ屋上にいるんだよ。多分こんな声だったと思う。リルカ、まだ夢に引きずり込まれた人がいるのか。違う、霊に変わっちまった。でもよ、助けたいんだよ、助けてくれよ。それなら俺たちに任せろ。あんたはエレベーターで早く逃げるんだ。でもよ。安心しろ、こういうのは専門家に任せるんだ。それでちょっと逃げてしまうよな。わかった。その代わり名刺をくれ。ここ再現してんの。そこも再現してんの。ああ、そうやな、そりゃそうか。もっとかんかったらさ、実は私も名刺をもらったこともあるのよみたいな感じで言えんもんな、現代のチェリーちゃんが。
飯こんな時に。今回も渡す渡さないの選択できるんじゃ。渡すとかはちょっと世界線が崩れるけん。過去の世界が崩れるけんさ。まあ、タイムパラドックスを聞いて、スネーク、未来を変えてはいけないのだって言われそうな気がするけん。渡しとくわ。そうそう、これもらったんよ、これ。ほら、これでいいか。アシスタントの分際で何名刺もらってんだっていう感じはする。オッケー、グーグル。あとで裏の番号に電話すっからな。リルカを頼んだぞ。こんな声だったっけ、本当に。オーガのアーカイブを入手しました。あ、こんな感じでアーカイブがどんどん増えていくパターンのやつなんだよ、今回。先生、お願いします。出たー、出るぞ、出るぞ、出たー、ミメミミミコ出る。ふう言うた、今。あの男を出口まで誘導できたようですね。上出来ですよ。この階段を上がったところに、夢を作り出した霊がいるそうです。なるほど。行きましょう、デル。そう、こんな風景だった。先生、あそこです。そうな。これ、どういう対処をしたのかちょっと気になるところです。あの顔の霊が夢を作り出したのですね。倒しますか、先生。もちろんです。来ますよ。見ておいでなさい、デル。おーっと、ガッドハンドイミミコ。ゴッドハンドイミミコが来ました。てか、目が怖いなあんた。そのローブの下に隠れる目が怖いよ。ラスボス臭、半端ないですね。これが、ニメミの真の力です。真の力出てた。ゴッドハンド。真の力俺が出さなあかんの。俺頼みやんが。俺が手抜いたら真の力発動できるのだよ、お前。はーい、はーい。おお、やった。避けられたやん。う？かわされた。ねえ、先生。これ、ゴミな魔術じゃない。どうしてくれるんだ、この空気。先生、かわされてしまいましたよ。どうしてくれるんだ、この空気、お前。出る？はい。あいつ早いからあんたが引きつけて。なんか、私が悪いんじゃないわよ。あんたが引きつけてないのが悪いんでしょみたいな感じの顔するのやめて。この親子、ちょっと意思疎通できてないですね。はい。な、突然ちゃんとした BGM 流れ始めたけど、俺はわかるぞ。ちょっとこれはギャグ、ちょっとギャグ入ってたな。そういう感じが俺はわかるぞ。